デッドボール。あ、完全にすっぽ抜けてますね。さあ、そしてバッターボックスにはマートンが入ります。さあ、チャンスが続き満塁の場面。この流れに続いて先制してしまいたいですね。なるほど、そうですね。最初は変化球できました。今のはバッターよく見ましたよね。そうですね。低めストライクになります。ここは中間守備ですね。インサイド打った、セカンドの左掴んだ、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレーでスリーアウト。ここは決めたかったんですが、ダブルプレーで得点ならず。いい流れで来てたんですけどね。先制のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。内野席、アルプス席のお客様は通路内を。2回の表、ジャイアンツの攻撃。4番バッター阿部。タイガース得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。さあ、小宮山さん、まだ序盤ですからね。ここからですよね。ただまだバッターも様子見しているところもありますからね。2巡目以降でどう抑えていくかでしょうね。なるほど。ファーストの横抜けました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。5番バッター村田、ヒットでランナーを一塁に置いています。まずはアウトコース、ちょっと浮きましたね。低め中心でゴロを狙いたいですね。なるほど、そうですか。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですか。さあ、バッテリーどう組み立ててくるのか。打った、高く上がった、これはどうか。センター深いところを破っていきました。タイガースピンチになりました。ノーアウトランナー三塁一塁。打順は6番太田。タイガース連続安打でランナーを背負っています。連打を浴びてますんで、ここで打線に勢いをつけさせないようにしたいですね。さあ、一打出れば先制という場面。ここは三振が取れれば理想的ですね。そうです。打ちました、いい当たり。打球はセンターへ、抑えました。犠牲フライにはなりませんでした。ワンアウトランナー三塁一塁となりました。さあ、そして打席には亀井が入っています。さあ、アウトカウントが一つ増えましたが、得点圏にはランナーが残っています。先ほどのアウトで流れを渡しませんでしたから、ここもしっかり抑えてほしいですね。なるほど、そうですよね。ファウルになります。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。ここは中間守備ですね。補給してから打ちました、これはどうだ。センターに抜ける、二塁はセーフ、サードランナーホームイン。ジャイアンツ1点を先制しました。センター前のタイムリーヒット、1対0。序盤から先手を取られています。小宮山さん、先制点を奪われてしまいましたが、いかがでしょう。そうですね、こういう場面ではやっぱり怖い存在ですよね。なんとも痛い失点となります。さあ、そしてバッターボックスには小林が入ります。さあ、なおもピンチが続きます。この流れをここでしっかり食い止めて切り抜けたいですね。なるほど、そうですね。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですね。初球手を出してきません。ちょっと高いですね。できれば低めでゴロを打たせたいですね。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えるか。ここはバントを警戒する守備体勢ですね。そのようです。ファウルになります。引っ張った、これはサードライナー。ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。先発の菅野がバッターボックスに入ります。ここは自分を助けるようなバッティングをしたいですね。そうですね。さあ、追加点のランナーを置いた場面です。初球打ち高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてレフト深いところを破っていきました。セカンドランナーホームイン。ジャイアンツ1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット、2対0になりました。タイガースこれで2点ビハインドとなりました。
ここはピッチャーにタイムリーが出て追加点を奪われています。そうですね、もうこれ以上点をやってはいけない場面ですからね。この序盤戦さらにリードを奪われます。さあそして打席には坂本が入っています。さあなおもピンチの場面、ここでしっかり食い止めたいですね。なるほど、バッターレフトへ打球伸びる、最後はレフトフライ掴んで3アウトです。しかしこの回ジャイアンツ見事な攻撃でした。2対0、ジャイアンツ先制です。ゲームはこれから2回の裏に入ります。追いかけるタイガースの攻撃、打席には6番バッター今成。タイガースビハインドで迎える2回の攻撃です。西さん、まずは塁上を埋めていきたいですね。まあ早い回で追いつければね。またデッドボールを出してしまいました。バッターは7番に入っている山本。デッドボールのランナーが出ています。バントの構えでバッテリーを警戒させます。バントしました。ピッチャーが取る、一塁送球アウト、ワンアウト、送ってきました。ワンアウトランナー二塁となりました。さあタイガース得点圏にランナーを置いています。早めに返していけると試合運びに余裕が出てきますから。打ち上げた、高く上がった、ここはフライになっています。掴んでツーアウト、ツーアウトランナー二塁となりました。先発の藤波がバッターボックスです。まあ自ら打って自分を鼓舞していきたいですね。そうですね。さあ得点圏にランナーを置いた場面です。外へ持っていきましたが入りません。内へ、これは決まった、ワンボールツーストライクです。三塁線、ファウルボールです。空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。あと1本が出ませんでした。先ほどの投球です、低めにとにかく丁寧に投げ込まれました。小宮山さん、立ち上がりに攻められてしまいましたがいかがですか。いやもうとにかく無駄な走者を出さないことですよね。この1点に尽きると思います。そうですよね。この後のピッチングに期待しましょう。切れていきます、ファウル。変化球タイミング合いません。あっという間に2ストライクです。3球目打ちました、ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー1塁です。3番バッター長野、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。初球打ち、ヒットになった。タイガースピンチになりました。ノーアウトランナー二塁一塁。さあタイガース得点圏にランナーを背負った場面です。ここはきっちり抑えて次の回につなげていきたいですね。そうですよね。まあそしてこのバッターは強引に引っ張れる力がありますから慎重に攻めたいですね。まずは見送り。初球からツーシームを投げてきましたね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。打ちました、痛烈な打球、入れました、ファウル。抜けていれば貴重な追加点というところでした。内へズバッと投げ込んできました。小宮山さん、ゲッツーを狙うにはどういった配球になりますか。真ん中打ちました、さあどうだ、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーホームイン、ジャイアンツ1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット、3対0タイガース、なおも三塁一塁のピンチです。抑えたかったんですがタイムリーが出て追加点を奪われています。踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。この序盤戦さらにリードを奪われます。さあそしてバッターボックスには村田が入ります。さあピンチは続いています。この流れをここでしっかり食い止めて切り抜けたいですね。なるほど、そうですね。できれば三振を取りたいですね、ここは。なるほど。さあキャッチ、真ん中打ちました、破りました、センター前、二塁はセーフ、サードランナーホームイン、ジャイアンツ1点追加します。
センター前へのタイムリーヒット。4対0タイガース。なおも二塁一塁のピンチです。抑えたかったんですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ、踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。バッターボックスには6番太田。タイガースこの回2点を失っています。さあ4点を離され、なおも得点圏にランナーを背負います。さあこの場面をどういうピッチングで切り抜けてくるか。打ちました。センターへ。伸びがありません。この打球はフライになっています。センター掴んでワンアウト。ワンアウトランナー二塁一塁。いい組み立てだったと思いますね。まあただ次のバッターが彼なんでね、この打席は要注意でしょうね。そうですね。さあ初球打ち、おっとこれを掴んだ。ランナー挟まれた。アウト。スーパープレイ。しかしこの回ジャイアンツ2点を追加しています。4対0ジャイアンツのリード広がっています。この展開ですから序盤のうちに1点でも返しておきたいところですよね。まあとにかくね、なるべく早く追いつきたいですよね。本当にそうですよね。初球変化球空振りです。低めの球決まった。ノーボール2ストライクです。大きく外れました。変化球空振り。ワンアウトです。2番バッター上本。先ほどの打席は送りバント失敗に終わりました。菅野、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。これが2球目。見送っています。いや素晴らしい球ですよね。はい、追い込まれました。ワンボールツーストライクです。打ちました。坂本ツーアウトになりました。バッターボックスは3番福留。前の打席ではフォアボールを選んでいます。2アウトランナーありません。初球ボール。さあ2球目は何か。低め、これは決まった。入りました。ワンボールツーストライクです。ボールになります。打ちました。ピッチャーゴロ。取った。一塁送球。一塁アウト。スリーアウトです。反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退に終わっています。4回に入っていきます。ジャイアンツの攻撃。バッターボックスは8番小林。先ほどの打席はサードライナーに倒れています。タイガースビハインドで迎える4回です。さあ小宮山さん、これ以上離されると厳しいですから、しっかり抑えていきたいですよね。ここで点を取られると投げてる自分が一番苦しくなりますから。粘りの投球ができるんでしょうか。バントして当たりません。ここはバントを警戒する守備体制ですね。そのようです。ファールグラウンドへのフライです。取りました。送りバント失敗。ワンアウトランナー一塁となりました。打順はトップに帰って坂本。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。
送れなかったことがどう響いてくるか。インコース変化球決まりません。ボールになります。際どいコース、ストライクです。ツーボールツーストライクです。真ん中打ちました。この当たりはどうか、このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。坂本ヒットが出ます。ワンアウト三塁二塁です。さあタイガース得点圏にランナーを背負った場面です。こういうところでの無駄。初球打ち、これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン。ジャイアンツ1点追加します。センター前のタイムリーヒット、5対0タイガース。なおも3塁1塁のピンチです。バッターボックス長野、まあ、タイガースとしてはここから追加点を取られると厳しい状況がさらに厳しくなりますからね。打った、レフトに強い打球、伸びていく、どうだどうだ、レフトオーバーのヒットになりました。サードランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。ジャイアンツ1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット、6対0になりました。タイガース、なおも3塁2塁のピンチです。打席には5番バッター阿部、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。小宮山さん、今日は調子が出ませんね。まあ、決していいピッチングとは言えないですけどね。ああなるほど、ベンチはこれをどう判断するかです。打ちました、ライトへ打球伸びる、掴みました、犠牲フライにはなりませんでした。ツーアウトランナー三塁二塁となりました。打順は5番村田、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。打ちました、レフトに大きな打球、レフト下がっていく下がっていく、フェンス直撃、サードランナーホームイン。ジャイアンツ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、7対0タイガース、なおも3塁1塁のピンチです。6番バッター太田、これが1球目、初球打ち、ここは打ち上げています。取って3アウトです。しかしこの回ジャイアンツ3点を追加しています。西さん、相手エースの立ち上がり、味方打線が0点に抑えられてますね。そうですね、とにかくここからですよね、チャンスを作って1点でも取ってほしいですね。そうですね、まずは1点というそんな戦いです。初球わずかに外れてボール、次が2球目、低めは外れました、ボール先行です。打った、坂本取って、ワンアウト。バッターボックスには5番マート、先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがセカンドゴロ、併殺打に終わりました。菅野、まずは先頭バッターを打ち取っています。三塁線、おっと取った、アウト、スーパープレーが飛び出しました。西さん、今のプレーいかがですか。バッターは悔しいでしょうね。バッターボックスは6番今成、先ほどの打席はデッドボールでした。ツーアウトランナーありません。この回のタイガース打線ですが早くもツーアウトになっています。まあ、このような状況であればね、もう少し慎重に行きたかったですよね。井端掴んで一塁アウトで3アウトチェンジです。この回タイガース三者凡退です。4回終わって7対0、ジャイアンツ大量リードしています。